ンポン。誰やねん、こんな時間に。はい、ちょっとお姉さん、この商品買い。キャー、いや、これ物理的に扉に顔挟まってるだけだから。急になんやお前。夜27時の玄関に顔挟まってるドッキリ、恐怖の極みだよ。やめろや。ドアインザフェイスとは、本命の要求を通すためにまず過大な要求を提出し、相手に断られたら小さな要求を出す方法です。具体的には100万貸して。いや無理ちょびりん。じゃあ100円で。いや100円なら貸しちゃるよみたいな感じです。だそうですよ。ほん、つまりバカ野郎、最初に大きい要求をして断らせてから小さい要求を通すっていうテクニックやろ。ああ、どうかって。お願いして断られたらバッタ売るみたいな感じ。いや、その例えはわからんけど。今度はなんや。キャー、夜21時の玄関に下半身挟まってるドッキリ、もう事故現場だよこれは。いや、もうこれ何も関係ねえよ。っていうかお前二人ね、久々に影分身しました。ああ、なんかそんな技あったな。では久々の再会を祝しまして、交流をさらに深めましょう。はあ、別に映画では。お、ドアインザフェイスやります。どうぞ。チャンネル登録したくなる、チャンネル登録したくなる。それが大きな要求で、この動画を見てちょっと笑顔になって、ちょっとだけ笑顔になって。初心を忘れないその勢いよし。